始まりは真っ暗、何も動かず、音一つない完全なる無の世界。ところがある時、ほんの小さなひらめきが、ひらめきは一筋の光、ひらめきから全てが生まれた。光、何よりも眩しいもの、命。あなたに宿る無限のパワー、そしてもう一つ、チップ。この子はドリームズユニバースを開く鍵、ドリームズユニバースの案内人です。あなたに選ばれるのを待っています。どの子にします？決まり。これでもうあなたのもの。の力を見せましょう。オプションボタンを長押しすると、チップは画面中央。そう、上手。チップはコントローラーのちょっとした動きにも応えます。なぜって、モーションセンサーとつながっているから。チップを反応させるには、コントローラーをほんの少し動かすだけ。さあ、どうぞ動かしてみて。コントローラーの前面にあるライトバーは、チップの道を照らす光。見て、想像力の小さなかけら。チップのアンテナで触ってみてください。素敵。では、上下のかけらも集めてみて。触り心地は？そう、とっても上手。チップが言うことを聞かないときは、画面の端に押し付けて。チップがご機嫌斜めなら、オプションボタンを押せば中央に戻ります。さあ、この世界と遊びましょう。ゆらゆらと動くシェイプに触れて、カラーとサウンドを解き放って。
もう最高。天才かしら。まあ、美しい響き。チップは触れるものすべてに命を吹き込んで、歩いたり飛んだり跳ねたり、想像力という大地を駆け回ります。素晴らしい。あなたこそ逸材。あなたこそドリームサーファー。あなた。あらあら。これは疑念という名の壁ですね。最初は誰もが自分自身を疑ってしまうの。真ん中のレンガ、チップのアンテナを使って抜き取れそう。その調子。そんな壁いらない。もうこのレンガ、お邪魔虫なんだからどっかに行って。ひらめきが逃げ出した。追いかけましょう。見つけた。ドリーマーさん、急いで。真っ暗。エネルギーになるのは、それはあなた。どうします？あ、綺麗な光。あとはここを探検する術があったらいいのだけれど、これでどこへでも行けますね。上に行く方法はないかしら。やりますね。あと一息です。まあ、かわいい木の赤ちゃん。芽生えを促すのも私たち。そうそう、少し手を貸すだけで成長するの。頑張って。
ここは私のスイートホーム。ドリームズユニバースで集めた輝く作品たちを飾っているの。そこにいる可愛らしいお友達が手を貸してくれますよ。夢へと旅立つなら、あの光からメインメニューへどうぞ。なんて不思議な構造なの。言葉ではとても表せない。なんて刺激的な作品なのかしら。ああ、美しいフォルム、うっとりしちゃいます。この作品を見ているだけでエネルギーがあふれてきそう。何から始めますか？ドリームサーフィンで夢の体験？それともドリームメイキングで早速クリエイト？ドリームサーフィンへようこそ。世界中の作品が見やすいプレイリストに整理されているので、好きなものを探してみて。メディアモレキュールが送る力作、アートの夢。すべてがドリームズユニバースで作られたストーリーモード。ああ、来たか。それじゃあ始めよう。この物語は見どころ満載、アクションあり、コメディあり、悪役もいるけど、一番重要なテーマは王様、コントラバスの奏者だ。俺の腕前は世界一、そう思い込んでた。そのつもりがみるみる転落してどん底の底まで、どうしようもなく落ちていった。戻ってこられたのは夢のおかげだ。やけに鮮明な夢だったのに、うん、今思い出そうとしてもなぜかぼんやりしてる。そう、こんな感じ。ちょうどこのチップみたいにぼんやり、このチップに記憶を掘り返されたんだ。
レイラやバンドのこと。レーベルと契約したデビューアルバム、これからって時でチェリーツリークラブでの初ライブを直前に控えてたのに逃げ出した。夢の中では不思議といろんなことが見えてくる。まるで光が差したように。チップ、光を頼む。いつも一緒で。ディーバグか。懐かしいな、ディーバグ。確か触ると光るんだよな。でももう電池切れか。俺と一緒だな。父さんのカバンだ。勝手に触るなってよく言われたっけな。シスに眼帯フォクシー君、どうしてこんなとこに。ああ、昔はレイラと一緒によく遊んでた。フランシスは可愛い顔して怪力で、フォクシーは百発百中のガンマン。遊んだっけ。で、おい待て、どこに行くんだ。ここは覚えてるぞ。俺たちの想像の世界、夢中になって遊んだな。コレクションは俺が壊したっけ。ランスウィング戻ってこいって。なんで俺から逃げるんだよ。
カラスだ。なんで俺の夢にカラスなんて出てくるんだよ。おい、さっさと出ていけ。カラスは嫌いだ。昔フォクシーの目をつつきやがったから。あの時俺はカラスの親玉に復讐を誓った。巨大な悪の化身キングビークだ。おい、元は、ここです。